はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今回はですね、私の お話した動画に対して、返信をいただきましてね、メールでの返信なんですけども、ものすごくねいい内容だったので、ここでシェアさせていただきます。まずねメールを読ませさせていただきます。お疲れ様です、久保塾長ということで、返信動画ありがとうございます。この動画の情報には1万円以上の価値があるなと思いましたということで書いてますけども、どこら辺にね私の伝えたいことがあって、それをどのぐらい的確に捉えてくださったかっていうことが、この2つのセンテンスにまとめられてるんですよ。一つはですね、一つの動画で問題提起をして、その動画の中で問題解決をするって、これがね動画一つのコンテンツという中身という意味だということですね。これが一つ。もう一つはですね、視聴者さんの時間、命を奪っていることを常に意識するってことなんですよ。そうなんですよね。無料動画って実は視聴者さんの命を削ってしまってるんですよ。というのがね、10分の動画を見てなんだしょうがなかったなっていうふうに思われるってことは、その視聴者さんの大切な生命のうち10分ってものを無駄遣いさせたっていうことなんですよ。まあ、ですんでね、ただ単純に動画を乱発すればいいってもんではないと思いますし、会話の間隔も開ければいいってもんじゃなくて、短い時間にたくさんのエッセンスを詰め込むトレーニングはいるのかなと思うんですよね。まあすぐにはできないと思いますけども、この辺を意識するだけでかなりね、動画とかそれから YouTube に対する考え方とか対話に対する責任っていうのが変わってくるんではないかなと思うんですよね。本当にね、この2つは特に重要だなと感じました。これを常に念頭に持って動画作りたいと思いますって書いてますけども、ここの2つをね受け取ってくださって、本当に私はねこの動画を作ってよかったなと思います。というふうなね形で、心を込めて作った動画に対してやっぱり心で受け取ってくださった今回のメール、私もね改めて感銘しましたね。これからも頑張っていただきたいと思いますし、より厳しく自分に対してね、正しく姿勢を持っていければなと思います。私もやっぱり自分に対してもこのメッセージをね、受け取りたいと思います。本当にありがとうございました。では失礼します。